ユディカ・コルディ・リア兄弟1960年代初頭、兄弟はソ連のボストーク計画の合間に実行された様々な秘匿計画の証拠を受信したと主張した。ユディカ・コルディ・リア兄弟はイタリアのアマチュア無線化。アキレとジョバンニ・バティスタの兄弟は1957年10月からトリノの郊外で趣味で無線の更新を傍受していた。当時、犬などの実験動物を乗せた。 生物衛星が打ち上げられていて、それらの衛星からの心拍のテレメトリを受信したりしていた。1961年5月16日に打ち上げられたソビエトの女性宇宙飛行士の登場した宇宙船による5月23日に再突入が試みられた時の更新を傍受したとされる。5月26日にタス通信は23日に 大型無人衛星が大気圏に再突入して燃え尽きたと発表した。当時、打ち上げにはボストークロケットが使用されていたが、現在に至るまで該当する宇宙船の打ち上げは公式には確認されていない。なお、アッキレとジョバンニの兄弟の名で著名であるが、下記の一連の防受活動には、兄弟の妹であるマリア・テレサをはじめとする兄弟の家族や親族、 学生を中心とする秘密のボランティアグループら数多くの人物が協力者として関わっていた。特に妹のマリアはロシア語を学習していたために傍受したソ連の音声記録の解析の際に重要な役割を果たしたという。コルディ・リア兄弟は10代半ばだった1949年からラジオ受信機の自作を始めた電子工作マニアで 自作の受信機で多くのラジオ放送の受信を楽しむ生活を送っていた。兄弟の人生を決定的に変える契機となったのは1957年10月4日。いつものように自宅の屋根裏部屋で自作受信機の調整を行っていた際、突然、ビープ音に似た発信元不明の電波を受信したことであった。冷戦だった当時は知られていなかったが、 トリノを含む北イタリアはバイコネウール宇宙基地から発射されるソ連の宇宙ロケットの軌道下に位置する西ヨーロッパで唯一の地域であり、兄弟は偶然にもスプートニク1号からの電波を受信してしまったのである。人工衛星からの電波防止に成功したという事実を知った兄弟は、直ちにトリノ市内で最も高い建造物であったアパートメントの屋上に 直径8メートルの折りたたみ式のパラボラアンテナを無断設置し、同年11月には犬のクドラフカ号が登場したスプートニク2号、翌1958年2月には米国のエクスプローラー1号からの電波受信に成功したとされる。兄弟はほどなくして鳥の郊外に遺棄されていたドイツ国防軍の文化に仲間と共に金属廃材を用いて、 直径15メートルものパラボラアンテナを建設し、地下後に数多くの自作機材を収めて地上局を設立、この文化案をトーレバート宇宙センターと名付けた。トーレバートではソ連の宇宙ロケット以外にもケープカナベラル空軍基地から打ち上げられるアメリカ合衆国の宇宙ロケットからの電波の受信も試み、1961年に オストーク1号のユーリーガガーリンの音声通信、翌1962年には、マーキュリーアトラス6号のジョン・ハーシェルグレンの音声通信の傍受に成功したとされる。トーレバートには、世界地図の他にケープカナベラルやバイコヌールの現地時間に合わせた複数の時計が設置されており、当時世界各国の16カ所に兄弟と同じく宇宙行進の傍受を目的とした。 フリークたちによるアマチュア地上局が存在したとされており、兄弟は彼らと緊密に連絡を取ることで、米国やソ連のロケット発射の情報を察知し、素早い防止活動が行えたとされている。兄弟は1960年から1964年にかけてソ連の宇宙開発の失敗を記録したとされる、下記の9つの録音テープを相次いで公開したことで字幕を集め、 数多くの議論を引き起こした。1960年5月の録音とされる、有人宇宙船が軌道を外れかけた事態の音声、更新記録。1960年11月28日の傍受とされる、地球周回軌道から外れゆく、有人宇宙船から発信された、かすかな SOS 信号。1961年2月の録音とされる、宇宙飛行士が宇宙船内で、 窒息死したと推測される、呼吸音の音声記録。1961年4月の傍受とされる、ボストーク1号の更新記録。これによると、ボストーク1号は制御の問題で、大気圏再突入シーケンスを2度にわたり中断した、ため、ガガーリンは再突入に成功するまでに実際には地球を3周、回っていたという。1961年5月の傍受とされる、 制御不能に陥った宇宙船から発信された救難を求める通信記録。1961年10月の録音とされる制御不能に陥った宇宙船から発信された宇宙飛行士の音声記録。1962年11月の傍受とされる突入角度を誤ったことで大気圏外に弾き返された再突入カプセルからの通信記録。 1963年11月の録音とされた再突入時に消死した女性宇宙飛行士の末期の音声記録。1964年4月の傍受とされる突入角度を誤ったことで大気内で燃え尽きた再突入カプセルからの通信記録。このうち兄弟の名を最も有名にしたものがトーレバート録音と呼ばれる8番目の音声記録で、 1963年6月のワレンチナ・テレシコワの直後の出来事とされたため、イタリアやスイスのローカルラジオ局を中心に大きな話題となった。しかし、兄弟は後にこの音声記録はガガーリンとゲルマン・チトフの間の期間とされる1961年5月19日の出来事であると訂正を行った。トーレバート録音の他に、 具体的な日付が記録されている2番目の SOS 信号は西ドイツの防風無天文台が同日に発表した人工衛星からと思われる電波を観測したというプレスリリースの直後に記録されたものとされており3番目の宇宙飛行士のものと思われる苦しげな呼吸音は鳥の在住の心臓外科医であったアキレマリオドリオッティにより窒息死に至る 直前の状況ではないかと鑑定されたという。兄弟の傍受記録には専門家や会議論者の間から数多くの資料批判が行われ、今日では傍受されたとする記録のほとんどが事実とは認定されていない。兄弟自身も通れば後における活動は、1965年まではワシントンポストやリーダーズダイジェストなどに掲載されるなどの注目を集めたが、 兄弟は1966年には、トーレバートを閉鎖し、アキレは、心臓病学、ジョバンニは、法医学の分野にそれぞれ転身していった。ジョバンニの法医学者としての実績には、1969年に、トリノの、聖、ムクロヌノの学術調査が行われた際、史上初めてカラー写真による鑑定を実施したことが、記録されている。 彼らに対する批判の最も単純な論点としては、音声記録の多くが、当時のソ連空軍やソ連防空軍の操縦士たちが、標準的に用いていた、専門用語や更新規則に則っ,っていないというものが挙げられる。また、すべての更新記録に、初歩的なロシア語の文章や文法の誤りが含まれており、音声記録にもロシア語のネイティブスピーカーではあり得ない。 誤りが含まれているとされる。いくつかの更新記録では、ソ連の宇宙船が地球周回軌道から外れてしまった大事故を示唆していたが、実際には当時のボストーク K 型ロケットの RD-107 はボストーク宇宙船を第二宇宙速度に到達させるだけの性能を備えておらず、ソ連が地球脱出速度を超えるに十分な性能を備えた。 ロケットエンジンを実用化するのは1969年の RD-270 をまとねばならない状況であったという歴史的事実との矛盾を含んでいた。スウェーデンの航空宇宙学者であるスベン・グラーンとルクセンブルクの無線技師であるティエリー・ロンブリーの二人は兄弟が製作したアンテナは当時のベソ両国の宇宙船からの電波を受信するにタりリ,リトクを備えていない上に 手動式のアンテナ追跡装置は、大気圏内の飛行物を追跡できる程度の動力性能しか有しておらず、わずか数分で地平線の両端を横断する速度の人工衛星観測は不可能であるという問題点や、当時のソ連の宇宙飛行士の心拍や呼吸数といった生命活動情報は、基本的にテレメトリデータとして送信されており、音声として記録されることはないといった、 事実の指摘を行っている。また、グラーンは、兄弟がメディア向けに公開した写真を分析し、第二次世界大戦の軍用機材から転用されたと見られる周波数ダイヤルや自作のアンテナ等では、当時の米ソの宇宙船で使用されていた周波数の電波を傍受することは困難で、特に1963年前後に兄弟が盛んに懸念したルナ四号が撮影した。 月面写真のファクシュミリの受信に成功した。などの実績は、当時の新聞の写真を転用した捏像であると断じている。会議論者で、ソ連や中国の宇宙開発などの全体主義国家における宇宙開発史の研究家としても知られるジェームス・オバーグは、ソ連の宇宙開発史の調査の結果、グリゴリー・ネルイボブのように行状を不行き届きが原因で、 写真編集により存在を消された人物や、バレンティン・ボンダレンコの事故死やニエ・ジェイリーの大惨事、などのように、地上での事故により死亡した人物をグラスの地に至るまで隠蔽したケースなどは存在したものの、宇宙空間における重大事故で死亡した人物をその存在ごと隠蔽した事例、いわゆるロストコスモノートの実在は一人も確認できなかったと結論付けている。 オバーグの調査手法は、ソ連の宇宙飛行士候補者のプレス発表写真を、年次ごとに集めていき、被写体から消えた、イコール何らかの原因で、宇宙飛行士候補から脱落した人物の消息を、当時の関係者からも聞き取りを行いつつ一人、数と詳細に追跡していくというもので、前述のネルユボブの事例は、オバーグの調査の中で、その存在が、改めて浮上した人物でもあった。なお、 データ中継衛星が一般化するまでは、大気圏再突入の際には、地上と宇宙船間の通信途絶が発生するのが、避けられないというのが常識であり、宇宙船が再突入に失敗して燃え尽きるに至るまで、地上との通信が継続できることは現実には、ありえなかった。また、ソビエト連邦の社会構造として、宇宙開発などにおける悲劇的な殉職者に対しては、 ソ連邦英雄やレーニン勲章といった英雄称号を死後追贈し国家の英雄として祭り上げることも常識であったため宇宙空間での殉職者の存在を隠蔽すること自体がこうした国家的慣習と矛盾していた実際にソユーズ一号やソユーズ十一号の殉職者は全員がソ連邦英雄を死後追贈されており死因が一般に公表されなかったボンダレンコディスラ 赤星勲章の死後追贈を受けていた。それでも、兄弟の音声記録はソ連に批判的な陰謀論者や反共主義者などを中心に、西側諸国で少なからぬ支持を得るに至り、特にトーレバート録音は、失われた宇宙飛行士の代表例として、50年以上が経過した現在も、一定の支持者が存在し続けている。オバーグによると、失われた 宇宙飛行士の属説は、1958年にヘルマン・オーベルトがカプースチン・ヤールにおける弾道飛行実験の死亡事故の噂として、著作に記述したことが始まりで、その後米国社会に陰謀論として広く解釈されるようになったのは1967年のアポロ1号の死亡事故以降であるとしており、そのうちの一つとして、トーレバーと録音も大きな注目を集めたという、 コラブリスプートニックなどのソ連の初期の宇宙開発の得意な点であった秘密裏に複数の技術開発を行いながら多数の宇宙計画を実行し成功したもののうち軍事機密に定触しないものにのみ計画番号を与え西側世界に公表するという計画責任者以外には全容の把握すら難しいとされた秘密主義的な体制やニコライ・エジョフのごとく 存在を消されたネルユボブのような飛行士候補生や人間と見まがうほど成功に作られた宇宙飛行士のイヴァン・イヴァノビチのような存在が実在したことなども学術的に論破された陰謀論メータ説でも一定の支持層が存在し続ける一因ともなっている。兄弟の西側メディアへの登場は1965年以降、下火となり、 兄弟自身も1969年に発足したアンサットにも参加することなくアマチュア無線の世界から去っていったため1970年代以降はニーのローベロの配信で北米の地方新聞に時折その辞席が紹介される程度の存在となっていった兄弟に再び脚光が浴びせられたのは2004年アメリカのジョバンニアブラテとイタリアのマリオアブラテによりウェブサイト ザロスとコスメノッツが開設された時である。2006年に兄弟は回顧録であるドシエスプートニク、クエストイルモンドノンロソプラを2010年には万日でロスパジオドシエスプートニクにを相次いで上司、ネットユーザーを中心に再び彼らの過去の録音が注目されるようにもなった。しかし、 かつて兄弟の自責を様々な観点で批判した専門家の間では、兄弟が上司した回想録には過去に指摘された疑惑に対する明確な回答は一切なかった。との失望の意見も提出された。2008年、イギリスのジャーナリストであるクリス・ホリントンが兄弟を取材し、 フォーテーンタイムズに寄稿した記事によると、兄弟がイタリアスイス両国で話題となった1960年代当時、ソ連はソ連国家保安委員会のエージェントを接触させ、公然と兄弟の監視活動を行っていたという。このエージェントは後に、ロシア連邦の大使となっており、チェコ共和国で行われた匿名のインタビューにて、ソ連は兄弟の行動に重大な関心を示しており、 場合によっては暗殺も含む実力行使をも検討していたが、兄弟が純粋に子供じみた好奇心で活動を行っていたことや、後にテレビ番組を中心に兄弟が著名人となってしまったことから、彼らに危害が加えられることはなかった。と語っている。兄弟に対する KGB の監視に対しては、イタリア政府も同国の情報機関であるシファーのエージェントを派遣し、 応用と、新編警護を行っていたという。ホリントンはまた、兄弟が1964年に、イタリアのクイズ番組であるフィエラデソー総ーに出演して、優勝し、優勝商品として、アメリカ航空宇宙局への訪問を希望し、同年2月26日に訪米しているが、この時兄弟と会見した、ステイデントナサの複数の技術者が、兄弟の録音テープを聞き、 ししたとも記述しているホリントンの記事は、兄弟の養護論者の多くが孫引きする資料ともなっているが、記事の中でも引用された、オバーグ自身は、ホリントンの記述のほとんどが事実誤認や虚偽であるとも反論している。オバーグの反論の中には、KGB の用人暗殺に係る意思決定プロセスに関するホリントンの事実誤認の指摘が含まれている。KGB が、 監視対象人物の暗殺を検討するのは、対象人物が西側諸国への亡命を決断した時のみであるといい、兄弟のように単なる好奇心でソ連に対する調査を行っているケースは対象外であると述べている。また、兄弟の1964年の訪米時に面会したとされる NASA 職員についても NASA の人事記録上に存在が確認できなかったとも述べている。 なお、アマチュア無線の分野では、兄弟が残した大きな功績として、自責の審議はともかくとして、人々、とりわけ子供たちの電子工作や無線通信への興味を大きくかき立て、結果として欧州におけるアマチュア無線人口の拡大に貢献した。という表も残されている。2011年9月28日には、アメリカのサイエンスチャンネルが、 ダークマターズ第1シリーズ第5話にて、兄弟の辞席を取り上げた。客中注射同年2月26日に、モルニアロケットの4段目と連結したままの状態で、大気圏に突入し消滅したスプートニク7号を指すとみられるが、詳細は不明。有人宇宙船より、はるかに軽量な無人宇宙探査機を地球外軌道に投入する目的で、 ルナ計画やベネラ計画で用いられたモルニアロケットも RD-107 であり、ロケット単独では地球脱出速度に達しないため、探査機と連結された4段目を一旦低軌道に投入し、地球を周回して加速させながら遠隔操作でブロック L の RD-107 を点火し、探査機を地球外軌道に放り出すという手法を用いざるを得なかった。 ただし、死因の真相が隠蔽されたのみで、死亡の事実自体が伏せられたわけではない。ありがとうございます。